アサシンクリード3は、北米及び EU において2012年10月30日、日本において2012年11月15日発売の UBI ソフト開発のステルスゲーム。今作は、ナンバリングタイトルとしては3作目だが、アサシンクリードシリーズの末を聞き向けタイトルとして5作目に当たる作品である。また、アサシンクリード3レディリバキとストーリーを共有しており、 同作との連動要素もある。2019年5月23日、様々な機能が改良、改善された、アサシンクリード3リマスターが Windows、PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch 向けに発売された。物語は、1753年から1783年のフレンチ・インディアン戦争からアメリカ独立戦争の時代を描いている。 アメリカ独立に関する歴史的な事件が登場するが、物語の本筋はあくまでもコナーの人生である。また、ジョージ・ワシントン、ベンジャミン・フランクリン、チャールズ・リーラの歴史的に重要な人物も数多く登場し、物語の本筋に関わる。ゲームエンジンはリベレーションまで使用されていたアンビルエンジンを一新したアンビル・ネクストが使用されている。本作は、 アサシンクリード2の発売後、アサシンクリードブラザーフッド、アサシンクリードリベレーションの制作と並行して開発が行われてきた。戦闘システムはより流動的に作り変えられ、ターゲットロックシステムなどが廃止されたことで戦闘がよりスピーディーなものになっている。追加武器として、フリントロックピストルやマスケット銃などの火器やロープダートがあり、任意のタイミングでコンボに組み込むことが可能。 近接武器にもトマホークなどが追加されており、ナイフと同時に扱うことが可能。ユーザーインターフェースは刷新されており、前作までとは趣の異なる仕様となっている。主人公がコナーに交代する際、木登りのシステムが解禁される。また、これを利用してフロンティアと呼ばれる未開拓地を探索することも重要となる。フロンティアはブラザーフットに登場した。 ローマの約1.5倍の広さを誇り、そこに存在する様々な動物を狩猟し、皮や肉を換金することができる。ミッションのいくつかは戦地を物体にしており、大規模な戦闘が可能となっている。小ネを改造し海洋を探索する海戦ミッションが追加されている。18世紀アメリカ、イギリスによって形成された植民地により、先住民族であるインディアンは自由を奪われた。 イギリス人と先住民族、モホーク族両者の血を受け継ぐコナーは自由のために立ち上がることを決意する。彼はアサシンとなり、父であるヘイザム・ケンウェイを倒すべく戦いを始める。時を同じくしてアメリカ独立戦争が勃発する。コナーは独立派に協力しつつ、イギリス軍の裏で糸を引くテンプル騎士団との戦いに明け暮れてゆく。一方、現代では、 昏睡から回復したデズモンド・マイルズが手に入れた情報をもとにニューヨーク近郊の宝物庫を訪れていた。そこにあった扉を開き、その先に待つ、かつて北立者たちの英知を手にし現状を打破すべく、デズモンドはアニムスへと舞い戻る。人類滅亡まで残された時間はわずか。アブスター5社との戦いの中で、デズモンドは己の運命を知ることとなる。 本作のアニムス編では過去作とは異なり衰退したアサシン教団が描かれておりテンプル騎士団が圧倒的優位に立つ時代が舞台となっている。本作の開発は2009年のアサシンクリード2発売直後から UBI ソフトのシニアチームによって進められてきた。UBI ソフトが アサシンクリードブラザーフットを発表しその詳細が明らかになるとゲームコミュニティの中ではこれはアサシンクリード3なのかという困惑が広がったその際開発陣はブラザーフットは3ではなく3には今までとは違う新しいキャラクターが登場すると語っていたモントリオールスタジオの開発陣も3はいずれ発売されると懸命していた ゲームデザイナーのジーン、フランソワ・ブワボンは、シリーズのナンバリングタイトルでは、それぞれの数字にそれぞれ新しいメインキャラクターと、新しい時代背景が用意されるとも発言している。シリーズの元クリエイティブディレクターであるパトリス・デジーレは、以前、アサシン・クリードシリーズは3部作として計画されているとし、3においてはアサシンたちが2012年の世界の、終末を防ぐために、 かつて来たりし者たちが残したリンゴと神殿を探す、時間との戦いが描かれるだろうと述べていた。また、デズモンドはこれらの神殿を探すための手がかりをつかむ、ため、新たな先祖の記憶をたどることになるとも述べている。2011年10月には、リベレーションのクリエイティブディレクターである、アレクサンドル・アマスヨが、シリーズの次回作は2012年12月より前に発売されるが、自身は、 その制作を監督しないと発表した。この発売日の期日はシリーズの現代編主人口であるデズモンドが2012年12月にその旅路を終えるという考えから来たものである。UBI ソフトの CEO であるイブ・ギウモは2011年11月8日の終始報告で次の主要なアサシン・クリードシリーズの作品は2012年中に発売されると確約した。ギウモは 発売年の確約以外には、いかなる詳細を伝えることも拒んだ。ディウモは MCV 氏に対して、毎年のペースで作品を出すことは、ブランド価値を薄めることにはならず、需要を満足させるためには必要不可欠なことだと、述べている。また、同じインタビューにおいて、今年の作品は、シリーズ最大規模となるとも語っている。アサシンクリード3は、シリーズにとって、 また双方向性のエンターテイメントにとって真の意味で次の世代を体現するものとなる。開発人が3年もの歳月を費やして開発してきた今作は本当に素晴らしい製品であり、私たちは心の底から本タイトルをおすすめできる。私たちは本当に見事なものを見させてもらったよ。イブギウも UBI ソフト CEO、2012年2月。 UBI ソフトは公式に本作の存在を認め、発売日が2012年10月30日であると公表した。ギュモは続けて、パブリッシャーは本作に対して、シリーズ史上最大規模の投資を行っていると述べた。2012年2月29日、ベストバイの従業員がコタクに対して、本作の宣伝用画像を詳細情報とともに送付した。リークされた画像から、 3の舞台はアメリカ独立前後の北米であり、少なくとも一部においては降雪地帯が描かれると予測された。ほぼ同時刻、UBI ソフトはアサシンクリードに関する重大な発表が数日以内に予定されているとシリーズの公式フェイスブックページで発表した。その発表にも雪深い寒々とした画像が添えられていた。ありがとうございます。